三鉄技研さんデパック回答庫っていうのを知ってからですね、ほとんどの問題がデパックで解決できるっていうのは感じております。そのメリットっていうとやっぱりぶどまりの部分ですね。ドリップの少なさ、クズの少なさ、あとはそれに合わせて変色が少なくなったりですとか、まあ、菌の抑制によって、まあ、ロスが軽減できたりですとか、持ちが長くなるっていう部分もあり、まあ、ドリップが減るっていうことは現場環境の維持っていうことにもつながりますんで、そういう意味でも、デパック回答庫には大きなメリットを感じてますし、これはお客さんがもう今既存の冷蔵庫に後付けできるっていう部分もすごく汎用性が高いんで、提案としては非常にさせていただきやすくて、お客様にとっても過度な負担をかけることなくこれを導入していただけるっていうのは非常に高いメリットを感じております。まあ、ドリップが少なくなるということは汚れが減りますので、やっぱり床のぬめりですとか、やっぱり不衛生な環境、それがもうドリップがなくなるというだけでも改善されますので、人件費の部分でも余計な作業が減るというだけでも非常に大きなメリットありますので、その部分でも生産コストを下げるという部分に関しては、分の張りだけでなくいろんな面でデパック回答庫というのを入れることによって改善できる部分は大きいと思います。食品工場なんかでもそうなんですけども、飲食店、焼肉店さんとかでもスライスした状態でそのまま保鮮庫っていう形の状態で置いておくことができるっていうのは、まあ人件費の面でも品質の面でもものすごくメリットのある効果だと思ってますし、スライサーメーカーとしてはスライスした状態で置いといて劣化しないっていうのは、まあ驚きもありました。それは Cooking utensils of the new generation with the POC。仕入れてたものを冷凍とかしてたんですけども、その心配がなくて、もう冷蔵庫で入れてるんでロスがないというか、色も変わらないですし、それでいてそこでもう冷蔵庫で熟成されてるんで菌が増殖しないじゃないですか。やっぱりそれが一番食中毒を防げると思いますし、安全だし、でなおかつやっぱり美味しいんで本当に助けられてるなと。僕がピザ職人というのがあるので、生地の品質というか酵母が弱らないっていうのが、そんだけ生地がへたらないんで、その冷蔵庫に入れておくことで熟成ができて、国産小麦のその噛み締めるたびに味がすごい出てきて、美味しい生地が出来上がるので、お客さんに食べていただいてすごい喜んでいただいてる顔を見るのがやっぱり一番嬉しいです。デパックを使うことによって肉が熟成されてすごい美味しくなりましたし、ロスが一切なくなりましたね。 Cooking utensils of the new generation with the POC。